石2に続いて、石1が連結されている南大夕張駅跡、1997年南大夕張駅跡の石1、2007年三菱、石炭工業大夕張鉄道石1形式石1、経過者は、かつて三菱石炭工業大夕張鉄道線で、使用されていた貨車である。 1911年義車製造合市会社製造、お手瀬9500系お手瀬1万1000系石一、形式石118。旭11川電気軌道に乗り入り中に事故を起こし、そのまま買い取られ同社の石一。1954年5月、三菱大夕張鉄道に譲渡され石一になる。運搬はもっぱら、日本国有鉄道からの乗り入れの石炭車により行われていたので、 石にとともに、車線内での自己消費用石炭輸送やバラストの散布に使用された。お手製9500型は、ハンドル操作により側扉が開閉し、石炭を下ろす構造になっており、後に登場する二軸ボギー石炭車の原型となった車両であり、その意味で、石一は、国内最古の石炭車であり貴重なものである。1987年の廃車後、 南大夕張駅跡に置かれす派に6などとともに夕張市に寄贈されたが管理もされず荒廃状態にあった。1999年に三菱大夕張鉄道保存会が発足し修復、整備され下記は公開されている。また空地の炭鉱関連施設と生活文化として2001年に北海道遺産として指定されたのに加え、 2007年11月30日には経済産業省より近代化産業遺産として認定された。ありがとうございます。